三谷太一郎は、日本の政治学者。勲党は、文化勲章。東京大学名誉教授、日本学士院会員、文化功労者。東京大学法学部教授、東京大学法学部学部長、東京大学大学院、法学政治学研究科研究科長、政経大学法学部教授などを歴任した。岡山県岡山市生まれ。父の三谷健二は弁護士。 東京大学法学部で、岡吉武に指示、助手、助教授、教授を務め、法学部の学部長や法学政治学研究科の研究課長などを歴任した。定年退任後は、成蹊大学法学部の教授や、特別任用教授などを務めた。専門は、日本政治外交史、特に、対象デモクラシー機の日本政治史研究で知られる。文科生に、北岡新一、 イオキベカオルなどがいる。日本学士院では、第一部、第二文化に所属する。区内調査員も務めた。この間、コロンビア大学東アジア研究所、ハーバード大学東アジア研究所、オックスフォード大学セントアントニーズ校、ロンドン大学東洋アフリカ研究学院、ソアス1980年の各校で、在外研究。2011年11月3日。 文化勲章真珠式後の記念撮影にて、沖縄科学技術研究基盤整備機構ユニット、代表研究者、柳田光弘、名城大学窒化物半導体基盤技術、研究センターセンター長、赤崎勇、日本芸術院会員、丸谷彩一、日本芸術院会員、大人素人、ありがとうございます。